着いたね。この中に釜飯市場があるから。うん。綺麗だね。めっちゃ少なくていい感じ。うん。おお。500円。へえ。食べなかった、うん、これ2つ買おうか。うまっ。12時になったね。あ、ほんと11時12時か。すごい、いっぱいいる。いっぱい子供たちもいる、うん、あー、こういう時に限って。で、餃子5個でも840円です。注文します。ここに入った卵、名前なんだっけ。爆弾竜みたいなやつ。爆弾かっこ竜眼って。ああ。あ、でも竜眼って読むんだ。うん。オッケー。じゃあ先にどうぞ。いただきます。うまっ。卵が出てきたけど。食べれてない。食べれてない。あ、あれ。これはやらかしました、ルカさん。ごめん。ちょうどいい。持ちやすい。うまっ。うん。うん。うまい。練り物もうまい。ね。肉厚だね。おお。じゃじゃん。結構なんか高級な箱に。なんかちょっとフルーティーな味もするよ。ほんとだ。フルーティーな味がする。なんか入ってるかもね、これ。あ、オレンジ。うん、いいか。砂糖漬けって書いてあるから。それだ。ちょっと柑橘系の、うん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。駐車場この先30メートル先左、しばらく休業しますか。いただきます。おいしい。ずっしりしてるね。うん、しっとり、しっとりずっしり、うん、ザラメがすごい。うん、口に入れた時にシュワーって。お土産にいいね。うん、わ、これはうまそうだ。しっとりしてない。こんなに重量感あるんだね。うん、おいしい。おいしい。うん、うまっ。これすっごい楽しみ。いきます。うわー、すごい。うわー、すごいおいしそう。はい、では今日はここで終わりですね。そうだね。はい、そして明日また、うん、タセボバーガーを食べ歩き、食べ比べ、どうしようね。食べ比べか、うん、また食べ比べしよう。うん、そうだね。うん、うん、うん、うまっ。うん、すごい美味しそう。
ソースがうまい。うま。ここ？らしい。うん、おいしい。すごいいっぱい汁が、もったいないぐらいだね。ねえ、溜まってくる。焼肉の湯ね。レモンステーキバーガーだって、すごい、ここでレモンステーキは食べれてるの。ハイカーバーガーいい値段しますね。でも金曜日はさっきのとこ見たけど何それ、金曜日安いですみたいな。生の生のせっかく来るのに。そう来てたんだ、見て行っちゃおうかね。え、肉が、肉は見えないな。肉厚すぎてすごい。もう今までの肉と種類が違うね。肉食えるかも。肉が美味しい。確かに。めっちゃ分厚い。長崎和牛です。こんな感じかな。かわいい。うん、パコ？おしゃれだね。ねえ。もう今日でね、長崎が終わりだね。うん、よかったね。結構急ピッチだったけど、もっと回りたかったな。ちょっとグルメばっかりになったね美味しかったね。美味しかった。まあまあね、美味しかった、ね、美味しかったな。もっと食べたかったはい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録の方で応援よろしくお願いします。ではそれではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。またねー。